はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は三国志新選の動画撮ろうと思いますってことでね、まあこの、シーズン3がね始まってからまあ2週間ちょいかな、まあ3週間は経ってないはずだけど、まあ2週間半ぐらいかな、まあ17、8日目のはずなんですが、まあ同盟の方針でね、まあ他の同盟に合流するっぽくて、なんかね、なんだろう、空き地をいろいろ借りたりしてね、今ね、交換って場所にね、ちょっと移動してきてますということでね、ちょっとね、お城の位置動かそうかなという感じで、まあ引っ越し準備を、しているところですね。まだね、ちょっとね、撤退させないといけなかったりね、あと、まあまだ建築中のものがあったりとかもあるので、しばらくはね、引っ越せないんですが、まあ引っ越し予定地をね、こちらにね、用意しましたという感じでね、まあ、なんて言うんだろう、資源集って言うんだっけ、こっち側にね、スムーズに入れたっぽいので、まあ今回はね、良かったんじゃないかなと思いますということですね。はい。でね、武将に関してなんですが、まだね、レベル30になったキャラが2人、レベル30まで行ってないけど、20代のキャラが、3、4、5、6、5、5体ぐらいかな。ということで、まだね、全然ね、武将のレベル上げがね、できてないんだよね、なんか。まあ、そうね、なかなかね、いろいろ移動したりとかね、なんやかんややってて、あんまりね、レベル上げとかに時間を使えてないんですが、うん、まあ今後の感じでね、どういう感じにしていきたいかなというのとかは、まあまだね、結構未定なところもあるんですが、まあ一応ね、前回のシーズン使ってたこの編成のね、ソースを書こうとテイクのやつはもう一回、同じような感じで作りたいかなと思ってて、とりあえずね、攻略のおすすめ通りの編成に近いものにしてみようかなと思っていて、どれだっけかな、これかな、ソースを書こうとテイクで、こんな編成にしたいかなと思っていて、技とかもね、ここに載ってるやつ見てみたんだけど、まあ S のやつはちょっと用意できないから、この辺とかね、角骨、両毒とか、まあ回復ですね、弱体状態の解除っていうのもついてるのか、まあ回復なんだけど、肩とかちょっと持ってないので、代用として、まあ一応回復ってことで、座手古城とかつけて、まあ残り1個どうしようかなとかね。そんな感じで、一応ここのね、攻略見ながら考えてますというところかな。そうですね。宝徳はね、ちょっとね、ガチャでダブリが出たので、この残秘気泡ってやつは、つけてみてもいいかなと思ってるんですが、まだね、取り替えないで武将の、ままにしてあるんですが、まあ、そこはね、おそらく、先方に変えて、あ、これかな？宝徳はね、先方に変えちゃおうかなというのを今検討中ですね。残秘気泡にしようかなと、思ってます。で、そうだ。なんだっけ。そうそうね、まあ、残秘気泡もう一つつけようかなと思ってるって言ったんだけど、回復のね、座手古城なんだけど、これね、発動率 45% ってなってて、まあ、発動率 45% なんだったら、もしかしたら、こっちのね、違うな、事件戦法のこの、新しくなんか今シーズン増えてた、これなんて言うんだ？清掃私服か。清掃私服、これね、偶数ターンってことでね、1ターン大きにしか発動しないんですが、まあ発動率 100% ということで、同じ回復ならね、こっちの方が、確実に発動するんじゃないかなと思っていて、ちょっと付け替えるのもありかなとかっていうのを今ちょっと思ってたりします。まあもしくはね、ちょっと付け替えるよりも、回復2個積んでみるのもありかなとかね。そういうこともちょっと考えてるんだけど、まあ、わかんないね。一応ね、攻略にあるような、ものがね、まあ、つけられればベストなんだろうけど、まあ、それにはね、やっぱりね、ガチャで引き当てなきゃいけないわけで、まあ、手持ちであるものでね、近いスキルで、組み合わせてやりくりしていくしかないかな、ということで、まあ、そんな感じでやってます、ということですね。だからね、まあ、一応1チームはね、そうそう、カコートンテイクで行こうと思うんだけど、他のチームがね、まだ全然、
まあ、なんかね、とりあえず、兵種で揃えてみてるだけって感じになっちゃってるので、まあ、この辺をね、どうしていこうかなという感じですね。まあ、一応ね、今、コスト高くてね、レベルがしっかり上がってるって、前回も使ってた損傷庫ぐらいかなと思ってて、損傷庫、使ってなんかやりたいかなとも思ってるんですが、関連とかね、持ってないので、まあ、なんか関連と組み合わせてるやつがね、多いんだよね、こうやって見てみると。だから、そうね、まあ、孫権とかもないし、ここにあるやつをちょっと作りにくいから、じゃあどうしようかなっていう感じで、まあ、ちょっと悩んでるとこですね。まあ、騎兵と、弓兵が S なので、まあ、なんか騎兵と弓兵、がいいやつと合わせて使っていこうかなとは思ってるんだけど、この加工園っていうのもね、なんか最近引いたからとりあえず入れてみたってだけで、まだちょっとわからないと。まあ、眼力は、弓はダメだけど、まあ、騎兵で使う分にはいいかなとかね。そう、あとね、呂布、そう、前回はね、ちょっと呂布と、一緒に使ってたんだよね、確か。損傷庫ね。まあ今回、どうしようかなっていうね、その辺だから、まあ1チームしかね、まだ、しっかりね、こうしようっていう見通しが立ってるチームがね、ないので、まあここからね、どうしていこうかなというのをね、ちょっと考えたいとこですね。はい、という感じで、まあ、お引越しの準備、してますというね、報告みたいな動画でした。まあ、無料分ちょっと引いてみましょう。あ、あとね、そう、このガチャの演出とかね、ちょっと変わりましたよね。半額分も引いてみましょう。いけ。はい。そうね。まあ、こんなところかな。まあ、最初に言った位置はね、ここですが、まあね、上下にね、結構、大きめの同盟に入ってる人たちがいるみたいだなと言ってたんですが、まあ上の方はね、速攻で引っ越してったみたいなんで、ああ、なるほどっていうね。まあこっちもね、そろそろ引っ越し準備ができているので、まあ引っ越していくんですが、あとはね、市場かな？市場をちょっと建てたいけど、まだね、市場の中心にできるね、レベル6の領地をね、一個も取れてないので、その辺もね、取れるように、なっていきたいですかね。まあ2部隊突っ込ませれば今でも取れるのかもしれんけど、まあ新しい方で、新しい方でなんとか、市場もね立てたいかなと。あれどこだっけ違うな、損傷庫見ればいいのか。あ、 OKOK。まあ、ここにね、市場を引っ越すとして、まあ、近場のね、レベル6の、例えばこの辺とか中心にね、もう一箇所作れるといいのかなとかね、思ってますが、まあ、別にここかどうかはわかんないけど、まあ、ここだったら作れそうかな。なんか資源州はね、逆にね、なんか高レベルの土地があるせいで、なんか住むところがね、見つけにくかったんだよね。この辺とかさ、まあ、お城の形作ろうと思っても、なんかレベル高くて取れないところばっかりあるなと思いながら、ここまでね、ちょっと流れ着いたということでね。まあ、次はね、ここに、引っ越してきたらね、また動画撮ろうかなと思います。ということで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょ。